JR 花輪線末広駅からでかいを探せというミッションに挑んだ今回、おやすぎについてお話を聞いた小池さんからさらに情報を伺いたいと思います。あれ、奥様は地元の方？OK、もちろんです。ずっとずっといや、ちょっとはどっかに行ったり、はい、修行でもないけど、生まれもここですか？そうです、そうです。おー、なんでシーナーですか？なんでお話をしていると奥にある広い庭が気になったので見せてもらうことに。どうですか、ずっと地元の末広ですけど、うん、末広のいいところといえば。いやー、これね、学校なくなっちゃったけど、うん、末広っていう小学校で、はい、あの心広く体豊かっていう、はい、そういう校訓、はい、うんうんうん、あってね。あ、うん、もう母校。母校です、はいはい、それが今ほら統合になっちゃって、はい、ここが松山、うん、でここからちょっと行くと新田っていう。おあ、ここ松山っていうところなんですね。ここ松山、四国じゃないですよ。知ってます、多分秋田だと思いますから、四国じゃない知ってます、知ってます、ボケ始めたぞっていう感じでお母さんお母さんボケ始めたぞ観光大使でもやってるんですかぐらい詳しいですけども、やっぱり地元ですからね。あそんなお母さん、なんかあれですか、もでっかいやつなんかないですかね。でっかいの、はい、水広小学の校訓は何でしたっけ、もう一回お願いします。え、校訓、心広く、うん、体豊か、うん、心広く、これが一番大きいです。ありがとうございます。新たな情報を求め通りを歩いているサークル終わりのお母さんたちにもお話を伺いました。でかいものないかなと思いましてですね、向こう行くと大掛っていうとこなんですよ。あの、あ、それこそファーム、ファーム、うん、ファーム、はいはいはい、田んぼとか野菜とかやってる、はい、ファームがこの下にあります、はい、おお。実はそのファーム、以前にドブカイ駅でお世話になっていました。今回は別のところへ。大変です、お母さん、お母さん、なんかだから危ない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 大丈夫ですか。でかいとこ、大きいとこなんか知らないですか。これだってすごく大きくね、そら松、ここでかいでしょ、はい、松大事にしてるもの、ここで。え、これでお母さんのご自宅。うん、うずわっち。これ松は何の、ま、どういう。いや、昔から私ら、私も5、6人にいるんだけど、はい、その時あったよ、ちゃんとで、ちゃんと選定も頼んでやってるし、はい、で、そこの下に稲荷様ってちゃんと祀ってるし、はい、ちょっと待って、すごい祀ですか、祀ってくる、ま、思わない、うん、もう今話聞いてすごい思う。それではそのお宅の方に情報を伺いたいと思います。あ、こんにちは。ごめんなさい、突然。秋田テレビと申しますけれども、うん、道で聞いた人に、うん、この松すごいみんな知ってるよっていうところで、うん、ちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、カメラ入ってもいいですか、うん、テレビカメラ、うん、大丈夫、 OK です。この松は、うん、お母さんご立派ですけど、まずほら春、うん、あの、セットしてもらったから、あ、ちゃんと手入れをしてもらって、うん、うん、それで立派になったの。あら、これ何年ぐらいからあるとかってご存知ですか。手入れしてから、うん、松、それはわからない。あ、もうかなり前から、うん、え、お母さんが お嫁さんに来た時は、うん、この松はあったんですか。あったあったあった。あ、全然あった、それはそれはありますよね。何度に咲くの松だかわからない。あ、歴史、正し歴史がある松ってことですもんね。すごい立派なご自宅だし、このお庭だし、松だし、うん、お母さん87歳だしまだまだお元気でやばくない末広駅で、なんか大きいもの、まあ素敵な松と、まあ元気なお母さんにお会いさせていただきました。一緒に行きましょう、せーの、コンプリートです。お元気。